クロヌチビ。皆さんこんにちは、クーロンヌくんです。今回から新企画、おうちでパン作りのコーナーがスタートしました。プロの視点から考えたホームベーカリーを使った手軽なパン作りなどをご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。おいしいパン作りには基本の三大原則というものがあります。三大原則とは、時間、温度、計量のことを言います。そのポイントを押さえながら、ホームベーカリーを使って美味しいパン作りをしていきます。計量とは、材料を正しく測るということです。材料にはそれぞれに役割がありますので、分量を守らないと思い描く美味しいパンができません。しっかりと計量器を使って測っていきましょう。計量器は 0.1g 単位で測れるものがあると最高ですね。温度には室温、材料の温度、発酵室の温度、こね上がった生地の温度やオーブンの温度など様々な要素があります。そして温度によって発酵時間や焼成時間も変化します。パン屋さんはそういった温度の管理を注意深くしながら美味しいパンを焼いていくわけですね。しかし、ホームベーカリーを使う際のポイントはただ一つだけです。それは水の温度の調整になります。時間に関してはホームベーカリーでは一定に決まっているので、この水の温度を調整することがポイントとなります。今回はクーロンヌの食パンをおうちレシピにアレンジして作っていきます。まずは材料を準備して計量器で測っていきます。今回の材料はこちらです。材料はクーロンヌのお店でも購入できるものを使っています。強力粉とスキムミルクはダマにならないようにふるいにかけましょう。空気を抱き込んでくれるので、ソフトで軽く仕上がってくれます。そしてポイントとなる水の温度です。暑い日や寒い日などいろんなパターンで調整が必要ですが、現在室温は18度ですので、今回は水の温度は5度で調整してやっていきます。そしてもう一つポイントがあります。お店では発酵種を加えていますが、おうちレシピとしてヨーグルトを代わりに使っています。ヨーグルトの生きた乳酸菌の力で安定した発酵と風味を加えていきます。それでは材料を順番に入れていきます。まずは液体のものから、水とヨーグルトを合わせたものを入れます。次にふるった粉を入れていきます。そして塩、砂糖、常温で少し柔らかくなったバターを加えていきます。ホームベーカリーにしっかりとセットしていきます。ドライイーストはこぼれないように慎重にセットしていきましょう。メニューは最も基本的な食パンに合わせてスタートします。あとはすべてホームベーカリーにお任せするだけです。今回の撮影にあたって何度かテストしたんですけど、かなりボリュームが出るレシピになってます。ドライイーストは通常 3g 前後なんですけど、 2g に落として調整しています。イーストは生き物なので、微量でもかなりパン作りに影響します。ですので、0.1g 単位の正確な計量をしていきましょう。それとイーストが古くなると、発酵力が弱くなります。同じレシピでもボリュームが出ないって場合は、イーストが古い可能性があります。数回で使い切れる量を購入していきましょう。ボリュームが出すぎると腰が折れてしまい、ボリュームが出ないと目の詰まった美味しくないパンになります。
適度にボリュームが出るふんわりとしたパンを狙っています。そして水分量は一般的なレシピよりもやや多めになっています。その分しっとりとした美味しいパンが出来上がります。今回の粉焼き温度は25度になりました。ホームベーカリーの発酵時間はちょっと長めなのでやや低めでもいいかなと思います。いよいよ焼き上がりました。調整時間は35分でした。いいボリュームと焼き色がついてますね。焼き上がったら型から外さないと腰折れしてしまうのですぐに外して冷ましましょう。いい感じのボリュームと焼き色に仕上がりました。少し冷ましてからカットして内装を見てみましょう。かなりしっとり柔らかいパンになってますね。はい、内装もしっかりと伸びて艶やかに仕上がってますね。はい、ということで今日はプロが教える美味しいパン作りのコツということで、クーロヌの食パンをおうちレシピにアレンジしてご紹介いたしました。ホームベーカリーのメリットはいろいろあるんですけど、一番は焼きたての食パンを朝一番で食べられることだと思います。朝起きてリビングがパンの香りに包まれているのは最高に幸せですよね。ぜひ一度お試しください。はい、ということでこれからもホームベーカリーを使ったお家でのパン作りをいろいろと紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また質問などありましたらコメント欄の方に記入をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。